エストレイヤとは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造していたオートバイである。1992年から製造・販売され、日本国内においては、川崎モータースジャパンが販売していた。2017年のファイナルエディションをもって、生産終了。正式名称は、カタカナ表記で、エストレイヤ。アルファベット表記のエストレイリアはスペイン語で、 星を意味する単語である。外観は、メグロやビーサ等の往年の英国車のスタイルを彷彿させる、回顧調のデザインであり、高速走行を楽しむというよりは、走ることそのものを楽しむ車種とされる。モーターサイクル市場においては、様々なカテゴリー、使用用途の車が開発され、販売されている。このような状況の中で、川崎重工業は、ベーシックで、 気軽で楽しいモーターサイクルとはどのような車であるかを考えていた。高性能、高出力を追いかけるのではなくもっと気楽に構えずモーターサイクルのある生活をオシャレに楽しみたい。自己表現の素材としてのモーターサイクル、いじって楽しめるモーターサイクル、ゆっくり走っても楽しいモーターサイクルとはどのようなものであるかを検討していた。そうした。 試行錯誤の末に行き着いたのがエストレアだった。搭載するエンジンは、排気量 249cc の空冷4ストローク、最 1C にバルブタンキトであり、シリンダーミリ 66mm にピストンストローク 73mm という、ロングストロークの設定となっている。最高出力は 15kW、20PS であり、加速や最高速の絶対性能は高くないものの、 短気筒エンジン独特の走りが味わえる。エンジンは年を追って細部を改良されており、1995年からはジェネレーターが強化され、伸びやすかったカムチェーン周りも2000年頃を境に強化されている。また2000年からは排出ガス規制への適応のためにニジェアによる排ガス浄化装置も追加されている。なお、 同系エンジンは2002年に発売された同社の 250TR にも採用されている。1992年から2017年のファイナルエディションをもって生産終了となったが25年間販売され、エストレヤは川崎のバイクの車種では最長のロングセラーとなった。エストレヤエストレヤ現行のモデルは2007年に フルモデルチェンジが行われ、それ以前のエストレア RS とエストレアカスタムという2本立てのラインナップから1、車種へと統合された。最大の変更点は、2006年モデルまでに採用されていたキャブレターからフューエルインジェクションへ変更した点であり、燃料供給方式の変更により、排出ガス規制などへの適応を図っている。その他の装備では、それまで、 スピードメーターのみからタコメーターとの2連装に変更された。審査用のタコメーターは電気式であり、同時にスピードメーターも機械式から電気式へ変更されている。過去のモデルにおいて各車種ごとの特徴的なサイトになっていたシートとブレーキに関しては前後一体のダブルシートを採用し、前輪が片押しにピストン式キャリパー採用のディスクブレーキ、後輪が ドラムブレーキという仕様となった。2014年モデル2014年1月20日より発売されたモデルではエンジンの出力特性が見直され最高出力は 13kW18PS となったが低中速の回転機でのトルクを重視したセッティングとなり外装や塗装なども変更される。また、車体全体を黒く塗装したスペシャルエディションも 同時発売される。2017年のファイナルエディションをもって生産終了が発表された。当初は1車種のみの販売だったが、その後に仕様違いの車種が追加された。基本的な性能はほとんど変わらないが、主に装着されるシートの違いと前後ブレーキシステムの違いによっていくつかの車種が存在した。一時期は、 使用違いの4車種を同時にラインナップしていたこともある。エストレやエストレアとして最初に登場した車種であり、1992年から1999年まで販売された。シートには前後別体のサドルシートを採用し、前後ブレーキともに片押し1ピストン式、ディスクブレーキを採用していた。吸気方式には当時一般的なキャブレターを採用し、 1995年からは電気式キャブレターヒーターを追加装備するようになった。エストレヤ RS エストレヤとして2番目に登場した車種で前後一体のダブルシートの外観に前後ブレーキをディスクブレーキとした車種。1995年から2006年まで販売された。細部としてはハンドルバーとハンドルバークランプの形状が エストレアやエストレアカスタムと異なる。2000年以降はラインナップ中唯一の前後ディスクブレーキ仕様となった。2002年にエストレア発売10周年を記念して各部外装にクロームメッキを施すとした限定版が登場。その後も2006年まで毎年限定版が販売されたエストレアカスタム前後別体のサドルシートの外観に前後ブレーキを ドラムブレーキとした車種。1996年から2006年まで販売された。2000年以降2006年まではエストレや RS との日本建ての販売となった。2002年にエストレや発売10周年を記念して各部外装にクロームメッキを施すとした限定版が登場。ただし、エストレや RS と違って限定版が 販売されたのは2002年のみだった。エストレア RS カスタム前後一体のダブルシートの外観に前後ブレーキをドラムブレーキとした車種。1996年から1999年まで販売された。エストレアとの語気が多く見られるが、エストレイラの実際の発音は、エストレイラや、ジャに近く、エストレアではない。また、 ローマ字読みで、エストレラと間違われることもある。モーターリングナンバー22、川崎、エストレアも、生産終了、ファイナルエディション発売へ。レスポンス <ht t、https コロンスラ,スラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2017スラッシュ04スラッシュ21スラッシュ293813 h t m l 二0 1 7年5月20日閲覧。ありがとうございます。